どうも皆さんこんにちは、チャクバサです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、今回はね、ANA と JAL のね、ちょっと細かい話がね、結構溜まっておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、まず一つ目ですね、ちょっとね、こちら私にね、来ておりませんので、ちょっと画像とかがね、お見せすることができないんですけども、ANA のですね、マイページに対象者限定のね、キャンペーンがね、来ている方がいらっしゃいます。こちらはですね、ツイッターではですね、国内線2回ね、登場していただくと、1200ね、スカイコインがもらえるね、キャンペーンという風になっておりまして、登場期間ね、4月1日から6月30日までっていう風になっておりますので、ちょっと細かい条件はね、変わるかもしれませんけども、ANA のマイページにですね、対象者限定でキャンペーン来てる方ね、いらっしゃいますので、ぜひね、最近チェックしてないっていう方はですね、確認ね、していただければなと思います。ちょっとね、ANA のアプリとかね、マイページね、ちょっと見づらくなったんで、チェックね、されなくなった方ね、結構多いと思うんですけども、今回キャンペーン来てるかもしれませんので、ぜひね、チェックしてください。で、次にね、燃油サーチャージについてなんですけども、先日ね、JAL の方がね、発表ありまして、動画の方でね、軽く取り扱わさせていただいたんですけども、ANA がね、燃油サーチャージ発表いたしましたので、今回ね、まとめて、見ていきたいなと思うんですけども、私の方でね、ちょっとまとめさせていただきました。こちらが、現在の2023年の2月1日から、2023年3月31日の発券部ですね、こちら今っていう風になります。東京からね、北米路線であれば ANA はね、片道 49,000円、 JAL の方は 47,000円ね、かかるということで、めちゃくちゃ高いですよね。はい、ということで今回ね、4月1日からの燃油サーチャージに関してはね、燃油サーチャージ下がるっていう風になりまして、こういった形になります。 ANA がですね、北米路線であれば 33,000円、 JAL の北米路線が 36,800円ということで、ANA に関しては1万6000円ぐらいね、下がって、JAL の方は北米路線ね、1万200円ぐらいね、下がったっていった形になります。この燃油サーチャージっていうのは、片道からね、かかってくるっていう風になりますんで、まあ、今回ね、下がったわけなんですけども、往復でね、利用していただくと、6万円後半ぐらいから7万円ね、超えてくるっていう風になりますんで、まだね、十分高いかななんていう風に思うわけなんですけども、4月1日から5月31日の発券分に関しては、少しね、燃油サーチャージね、下がるっていう風になりますんで、この手はね、覚えておいてください。で、今現在ですね、もう特典航空券ね、発券されている方で、変更できそうな方はですね、こちらね、4月になってからですね、時間でもね、ずらすことができればですね、この燃油サーチャージっていうのは再計算ね、していただけるっていう風になりますんで、もしね、変更がある程度ね、自由聞く方に関しては、4月1日以降にですね、特典航空券のね、発券分である便をね、少しずらしていただければ、値段ね、払ったサーチャージね、返ってくるっていう風になりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと思います。北米路線とかね、オセアニアとかね、こちらの一番高いところね、利用されている方に関しては、ちょっとね、変更するだけで2万円前後ね、変わってくるっていう風になりますんで、かなり大きいですよね。ぜひね、チェックしていていただければなと思います。それではね、次に JAL なんですけども、先日ね、ANA キュンの裏で、こちらの動画で JAL のね、4月の頭からですね、かなり航空券ね、安くなっておりますよっていうね、話をさせていただいたわけなんですけども、ANA キュンがですね、20月の28、3月1日で終わったわけなんですけども、まだね、この JAL のですね、7月の頭ぐらいから11日ぐらいまでの東京、羽田から、那覇、札幌、福岡路線ね、まあ、ここら辺ですね、7000円台でですね、今もね、利用することができるっていう風になりますんで、2023年ね、JAL のステータス仕様とかね、指定されている方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。積算率もですね、75% という風になりますんで、かなりね、おすすめっていった形になります。それでは次にですね、3月になりましたということで、ポンタポイントからの JAL マイルの交換、またね、永久不滅ポイントからの JAL マイルの交換、こちらですね、20% 増量キャンペーンがですね、来ておりますので、待ってた方はですね、この機会にね、交換ね、していただければなと思います。まずね、ポンタポイントからですね、ポンタポイントから JAL マイルの交換レート 20% アップキャンペーンということで、期間はね、2023年の3月1日から3月31日まで特典が 20% 増量っていった形になります。こちらね、通常、ポンタポイント100ポイントを交換していただくと、本来50 JAL マイルになるわけなんですけども、今回 20% 増量ということで、60 JAL マイルにね、交換することができます。
で、こちらね、条件が JMB ポンダ会員の登録が必須っていう風になりますんで、公式サイト概要欄に載せておきますんで、確実にこちらね、やってください。で、積算時期に関しては2023年4月末頃、通常分とは別にね、付与っていう風になりますんで、こちらね、キャンペーン分と通常分がね、分かれて付与されるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、次にね、永久不滅ポイントですね。期間が2023年3月1日から3月31日まで。こちらのね、永久不滅ポイントの方は、こちらも概要欄に載せておきますけども、エントリーが必須になっておりますんで、この点ね、注意してください。で、特典がね、20% 増量っていう風になりまして、永久不滅ポイント200ポイントね、交換すると、本来500ジャルマイルに交換することができるわけなんですけども、今回 20% 増量で600ジャルマイルにね、交換することができます。この永久不滅ポイントっていうのは、1ポイント5円換算っていう風になりますんで、かなりややこしいんですけども、まあ、簡単に言うと1000円分のポイントが600ジャルマイルにね、交換することができるキャンペーンっていう風になっておりますんで、通常よりね、20% 増量で利用できているっていった形になります。で、積算時期ですね、通常分は3週間から4週間後、ボーナス分に関しては、2023年6月末頃にね、付与予定っていう風になりますんで、こちらもですね、ポンタポイント増量と同様にですね、通常分とは別にね、付与されるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。ということで今回ですね、ちょっと細かい話ね、させていただいたわけなんですけども、いや、燃油サーチャージね、下がり出してきていいですね。まだちょっとね、高いんで、もうちょっとね、下がってほしいですね。せめてね、行って帰ってきて2万円とかね、3万円ぐらいだったらね、まだいいかなっていうふうに思うんですけども、まだね、往復すると6万後半から7万円ぐらいね、かかってくるっていうふうになりますんで、もうちょっと下がればね、ANA マイル、JAL マイルでね、そのまま ANA、JAL ね、発見しやすいかななんていうふうに思うんですけども、まだちょっとね、使いづらいですよね。まだユナイテッド航空とかアラスカとかね、シンガポール航空とかね、これに使って、燃油サーチャージかからないところでね、利用したくなりますよね。またね、次の改定は多分5月中にね、発表あると思いますので、またね、ありましたら動画ね、出したいと思いますので、そちらもね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.